れです、今回ですけども、今回の動画は購入品紹介とルックブックになっております。これね、結構前の動画好評でこちらの動画なんですけど、いい感じに好評だったんで、今回もね、購入品紹介かけるルックブックやっていこうと思うんですけども、このね、購入品紹介かけるルックブックは多分ね、この1週間の間で3つ上がります。はい、3つ上がると思うんで楽しみにしててほしいんですけども、今回はその第1弾ということで、だから今回は1点購入品を紹介して3つぐらいこれ紹介をしていくんで、まあそんな感じでね、進んでいこうと思います。マジでね、最近購入紹介めちゃくちゃ多いじゃないですか。だからもう本当にもう秋服をね、買い揃えてるんですよ。やっぱね、先取りしていかないと、やっぱりその売り切れちゃったりするじゃないですか。もう本当にもうどのブランドでももう秋服がめちゃくちゃ出てるから、もう今は買っとかなきゃ、どんどんね、アイテムがね、どんどん入れ替わっていっちゃうんで、もう今ぐらいから買い占めてもいいんじゃないかということで、買いまくってるんですけど、そうですね、まあ購入紹介っていうコンテンツも人気だし、でルックブックっていうコンテンツも人気だから、それを掛け合わせたらもう2倍のね、2倍以上のその人気が出ると思うんで、どうしようかなと思って、今回買ったやつを紹介するアイテムは、まあいいか、それはまた購入の時に紹介するか。これ言ったらネタバラシになっちゃうもんな。そう、まあだから、まあ今回はね、その先言った通り購入紹介かけるというわけでね、まあじゃあ早速今からね、その購入品をね、まず紹介していこうと思います。はい、というわけでね、じゃあチャンネル登録お願いしますよ。ということで早速やっていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。はい、というわけでね、今回買ったアイテムはこちらです。はい、このね、もうわかりますよね、ベストなんですけど、ブランドがリーバイスです。リーバイスのビームベストを買いました。はい、じゃあね、まずは開けていきたいと思います。はい、というわけでこちらです。これデニムベストね、ちょっとね、身幅が広くて、ちょっとショート丈っていうか、ちょっと丈もね、短めなんだけど、まあでもぴったりなサイズ感だよね。まあこのデニムベストですよ。でこれお値段が19,800円、これ2万円です。やっぱりね、リーバイスのね、やっぱり王道っすよね、デニムとかデニムベスト系は。やっぱりリーバイスといったらね、デニム何々とかデニムとか、それの、まあ、一種のね、デニムベストを買いましたね。やっぱりね、今季の秋冬も僕はデニムベストをね、デニムベストというかベスト系をね、やっぱり買っていく。デニムベストだったり、普通のベストだったり、 MA1 のベストだったり、ダウンベストだったり、いろんなベストあると思うんですけど、まあ僕は買ってきますよ、それはね。ベスト好きなんでね。はい、じゃあまあこれ、こちらね、真っ白っていうか、まあちょっと汚らしい白というか、濁ってる白というか、こういう感じと分かる。はい、じゃあまあちょっと一回、じゃあコーデ紹介する前に一回だけちょっと着てるところだけを見せます。そっからこれ紹介いきますね。はい、じゃあまずね、じゃあ一回着たいと思います。はい、というね、こんな感じです。はい、いいね、ぴったりです。サイズ感も可愛くね。でね、これね、ボタンかと思いきや、これカチッてするやつだった。それはね、手の不器用な俺からしたらめちゃくちゃ楽っすね。はい、まあこんな感じでね、結構ね、生地もね、なんていうの、硬いというかしっかりしてるから、いい感じにね、重いというか着てる感じもあって、めちゃくちゃいいっすね。で後ろはこんな感じですね。まあシンプルですね。まあ色は白で、本当にデザインも何もかもがシンプルで、じゃあね、3つぐらいコーデ組んでいきたいと思います。はい、でね、これが1コーデ目なんですけども、はい、どうですか。まあね、これは白のデニムベストに黒のインナーに、これはフレアデニムですね。これもリーバイスなんですけど、リーバイス、これヴィンテージなんですけど、でね、スニーカーは、まあこれはね、まあエアフォースなんですけど、まあそのデニムジャケットとかデニムベストってセットアップで同じ系統の色とかにすると思うんですけど、こういう風にその白のデニムベストだったら、それ以外を黒にして色を外すっていう着方も全然僕はいいかなっていう風に思ってるんで、まあこんな感じで、いい感じだね、サイズ感もぴったしだし、可愛すぎる。まあ、ちょっとね、ワイシルエットというか、上をちょっとこういう風に大きめというか、そういう感じに見えると思うんで、下をね、締めて、別にこれがね、ワイドデニムとか太めのやつでもいいんですけど、あえてこういうワイシルエットにして、スタイルをね、良くするというか、足を長く見せたり、細く見せたりするっていう効果があるんで、まあ、こういう風にしてみました。こんな感じでね、はい、1コーデ目これです。やっぱベスト好きだわ。ベストってこういう風にね、いろんなね、パンツにも合うし、インナーにも合うしっていうことで。まあでも今はね、これね、靴、エアフォースワンにしてるんですけど、僕はね、これをあえて、厚底とか、ボリューミーがあるスニーカーとかにしても、僕はいいと思って。はい、というね、こんな感じで、まずね、1コーデ目。これ可愛いね。近くで見るとね、こんな感じですよ。はい。じゃあ次、2コーデ目いきたいと思います。はい、というね、これが2コーデ目なんですけども、これはね、ちょっとまあ、近くで見なきゃわかんないんだけど、これはね、その、シャツフーディーなんですけど、まあ、茶色のチェックで、それに、白のね、このデニムベストに、で、これもさっきと同じ、この黒のフレアデニムなんですけど、スニーカーこれ、茶色で合わせてます。どう？これ、ベストにインナーでパーカーとかはあるあるなんだけど、あえて、普通ならね、その、無地とか、そういう、まあ、赤だったら赤単体とか、そういうインナーを使うと思うんだけど、僕はそこを、こういう風に、チェックのね、インナーを使って、コーデ組んでるんですけど、僕ね、チェックシャツとかをインナーで使うのは、マジであれだと思ってて、だからこんな感じでね、まあ、白と茶色も合うし、茶色と黒もね、まあ、同系色だけど合うみたいな感じで、可愛くない？これとかに黒のチェックシャツとかでも全然合うと思うんだけど、白だからまあ茶色でも合うかなみたいな感じで読んでいますよ。まあ、こんな感じです。あったかいわ。しかもこれ、しかも秋カラーだしね、まあ秋カラーもね、意識してるコーデですよということでね、やっぱね、季節によってね、そのトレンドカラーというかさ、季節カラーっていうかさ、そういうのあるわけ。そういうのを意識するともっとね、青感が出るよねっていうのもありますね。はい、まあそんな感じですね。ということで、じゃあ次は3個目かいきたいと思います。
はい、でね、これがラスト3コード目なんですけど、これはね、チェックシャツをインナーにしました。でね、もう今回ね、この黒のフレアデニムを全部3つもね、使ったんですけど、白のデニムとかでもね、まあ、白というか、ちょっとこういう、これと同じような色味のデニムで、セットアップで、黒のパーカーとかでもいいと思うんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、チェックシャツをね、インナーにしました。これはね、こういう黒主体のチェックシャツで、こんな感じで合わせてみました。どうすか？やっぱいいね、デニムベスト。めちゃくちゃ着回しいいわ。僕ね、普通のデニムの色のデニムベスト、リーバイスで、古着屋で買って持ってるんだけど、黒のデニムベストと、こういう白系のデニムベストは、まだあんまり持ってなかったから、次はあと黒のデニムベストが欲しいんだけど、どうしようかなとか思って、どこで買おうかなと思って。リーバイスで全色集めちゃうっていうのも、まあいいんだけど、まあなんかね、他のブランドとかでもしかしたら買う可能性もあるんですけど、まあ近くで見たらこんな感じです。まあ、このベストなしのチェックシャツ着たら、それはそれでも全然可愛いと思うし、まあチェックシャツをね、インナーに使うっていう着方もありだなっていうふうに思って、これをしました。ということでね、じゃあこれが参考で目ということで、こうでしょうかね、これで終わりたいと思います。はい、ということでね、今回の動画は購入品とルックブックということで、まあ購入品はね、このねリーバイスのデニムベストホワイトをね買って、それをね紹介して、でね、まああと3つこれ紹介したんだけど、どうすか？やっぱデニムベストはね、やっぱりね、今年の秋冬も何かしら1着は絶対に買いたいなと思って、でもう早めにゲットしたんですけど、まあね、絶対ね、まだ何かしら買うと思うんですけど、それはね、はい、ベスト好きなんで、まあね、これがね、まあ秋冬の1個目ということで、白のデニムベスト、可愛くね、着回し万能だし、ね、はい、でね、あとコーデはね、パンツはね、黒のフレアデニムをメインに組んだりしたんだけど、まあインナーでね、ベスト系は遊べたりするっていうのもめちゃくちゃねメリットだしいい点だなと思うんで、インナーをね結構変えたりしたんだけど、まあでもね、このね紹介した以外にも全然ね、そのインナーで使えるアイテムはね全然まだあるんで、それはまたねどっかのコーデ紹介で使ったらそれをね紹介したりしたいんだけど、だから本当にデニムベストっていうものはすごいね着回しいいから、まあデニムベスト以外にもねベスト系は本当に、だからまあねコーデがねもうパッパッパって決めやすかったし、で今回はねそのフレアデニム、黒のフレアデニムしかパンツはね着てないんだけど、これ以外にワイドデニムだったりカーゴパンツだったりっていう、いろんなものと組み合わせたりできるんで、本当にぜひね、まあ一着は持っててもいいんじゃないかっていう感じのアイテムなんで、みんなもねぜひ買ってみてください。まあね、リーバイスのねデニムベストはね本当に王道だから、リーバイスのデニムなんちゃらとか、リーバイスのデニム系のアイテムはね本当に王道でめちゃくちゃいいんで、まあ、リーバイスで買うのもいいし、他のブランドで買うのもいいんですけど、まあねめちゃくちゃリーバイスはおすすめですということでね。でね、今回ねそのオープニングで見た通り、この購入品かけるルックブックをまたね後日近々にあと2本で上がると思うんで、でねそれはまたね、まあ、連続かわかんないんですけど近々出るんで、それは楽しみにしてください。あとね、購入品とねルックブックとか最近ねそれが多いんですけど、まあねそれ以外にもなんかやってほしい企画とかがありましたら、いいね、まあリクエストねどんどんお願いします。はい、でね、なんかサッカー企画とかもなんかコメントできて、なんかカメラを自分の前に置いてそれに向かってドリブルで仕掛けるところとか、あとなんかリフティングとかだったり、そういう企画してほしいみたいなコメントもあって、あ確かにカメラを相手に見立てて自分のドリブルとかを披露するっていうのもありだなと思って、まあ、でもねそのサッカーやるならなんか友達とかに撮影手伝ってもらったりしようかなっていう風にも自分の中でちょっと思ってて、だからちょっとね、まあそういう企画もありだなと思って、まあめちゃくちゃいいなと思って、まあそういう企画もねもしやれたらやろうかなって思います。本当にありがとうございます。あとね、まあぜひねサッカー以外にもこういう企画やってほしいとかも受け付けてるんでね、ぜひお願いします。ということで今回の動画はおはようございます。この間の動画は高評価チャンネル登録ぜひお願いします。インスタ、TikTok、Twitter のチャンネルでそちらフォローお願いします。それではね、バイバイ。